はい、おはようございます。やってまいりました。今日のワンコンテニュー、本日お送りするのはこちら、ソードマスターアテナというメーカーですね。1990年12月21日ですって。あ、いつやったっけ、あれ。あれ ?11 月だっけな。最初の時に、アテナのメーカーで、あ、違う、12月だ。ドラゴン、あれ?なんだっけ?ドラゴンファイターだっけ?なんだっけ?ドラゴンの名前の流れの時にこれとの多分 前編なのか、これが続編なのかどっちか分かんないけど、なんだかんだあのそれこれと同じやつをやってると思う。多分それのあれだと思う。もうひどいなあれ、それこれがひどく多くてひどいな一応パッケージ画面こんな感じ。はい、こんな感じね。ちょっとこれお高いんじゃなかったっけな。で、一応、まあ、タイトルには、剣の達人ソードマスターって書いてある。何だったっけ、名前には。ちょっと待ってよ。あ、これは、あ、ドラゴンユニットだ。ドラゴンユニット。だね。ちょっとついだから貼ってみようか。多分これの、これとこれが多分同じ兄弟作品なんじゃないかな。どっちが前後は分かんないけど。両方とも1990年だね。よいしょ。って聞いた気がする。いや、そんな感じでやっていきましょう。ちょっと待って、どうやって消すのこれ。よし、はい、よし、はい、やってまいりましょう。今日のワンコンテニュー、一回ゲームをバスの前に、このゲームがどういうものなのかとか、まあ、それをどう遊べるでしょうかとか、そんな感じでお送りしている的な感じのやつです。はい、やっていきましょう。日本語がふわふわしてんな。海外生活は長かったのかな。記憶にないけど、そんなこと。あー、燃えてるねー。ソードマスターが燃えてるねー。大炎上ですね。プッシュスタート。1990年アテナ。あ、デモ画面が始まりますか。オープニングかな、プロローグ的な。あ、曲かっこよさそう。なんか魔導士的なやつがいる。悪い顔している、悪い顔している。そして後ろにはなんか鏡がある。なんか黒幕っぽいのがいるぞ、明らかに。そしてドラゴン的な悪魔的なやつがなんかあの城を攻め落とせみたいに言ってるのか。雷が降り注ぐ。そしておっと、骸骨軍団が剣を構えている。これは襲われるのか襲われないのか。誰だこの人は。敵か味方か。悪魔敵だ。敵、いや、いや味方か。いや、そして、あ、かわいいお姫様がどうなるの、わからない。どうせさらわれるんでしょう。どうせとか言うな。プレイヤー、あ、やっぱなんか鎧着てるね。あ、立って、喋ってる、すごい喋ってる。あ、回復アイテムを敵が落とす。体当たりで敵が倒れるのか。すごい、あ、画面後ろのが背景多重スクロールしてるっぽい今。あ、なんかボスじゃない、雑魚キャラっぽいやつから駆け引きをさせられる。ちょっとなんかこれ面白そうだけど大変そう。一回一回の戦いがちょっとあの空手家が進化したやつっぽい気がする。それかあのコナミックスポーツインソールのフェンシングが進化したような、あれで突き進むようなアクションなのかな。よし、やっていこう。あ、なに、さっきと違う。あ、剣を構える。なに、あ、違う、今のオープニングだ。ちょっと一回リセットするわ。あのデモ画面が始まったんじゃなくて、スタートボタンを押した時のスタートの画面が今のやつだった。剣を構えるやつだったらしい。よし、そういうことだったんだ。いざ、なんかあのデモ画面とシームレスで繋がって分かんなくなる。ああ、後ろ背景が多重スクロールしてる、すごい。え、あった、当てに行く。あ、経験値があるな、上に。で、さっきデモ画面で見たけど、体力の高い敵というか中ボス小ボス的なやつはここはエネミーになるんだね。経験値のとこは大体もうこれでいけるよ。はっ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 は、大体分かってるの。大体の敵は足払いに弱いことは分かっているの。ちょ待って、こんだけドットの絵の書き込みとかがあると、ね、あの動画になった時にちょっと残像みたいになるのがちょっと怖いですけど、大丈夫でしょうかね。なんだったっけな、バギーポッパーだったっけ、ルート16だったっけ、何かの時にちょっと、あ、ファイナルラップだっけ、なんかレースゲームやった時に、でかーいギガンテス飛び込む、遠距離、ディスタンス危ない、うっ、そ、
こうやってこっちの攻撃ジャンプ切りの方が強いとかあるかな。いて、ちゃんと盾で守る。こっちの剣の方が長い。この八層葉っぱ、野牛十兵衛八層葉っぱ、これをかいくぐれるかな。危ない、反応できないスピードで飛び込んでくるのやめてください。キーキーキー、この羽生えたネズミが、あ、ちょ、後ろ、あ、後ろ向きには攻撃できないらしい。ちょっとスタートボタン、セレクトボタン、何も、セレクトボタン、スタートボタン、セレクトボタン、何も起こらない。 B ボタン長押し、何も起こらない。あ、ちょっと待って、あ、すごい、 B ボタンを普通に押したらまっすぐ突くだけだけど、上ボタンを押しながら、B を押すと、あの剣をこう出す、上からこう振る、オーバースイング剣する。これって上方向に反転あるのか。あ、それ空中でも生きてる。へえ、あ、なんか窓押しっぽいよ。違う、上ボタンを押したら盾を構えると思ったら構えない。これ特攻、窓押しは防御力が少ないに決まっている。雨、ちょ、避けられないな、あれ。あ、このゲーム残機もしかして、どう、面白いけど、うわー、クレジットこだ。え、このゲーム面白いけど大変そう。ゲームオーバー、残機なしか。あれでも敵の雨どう避けるのか全然わかんないな。特攻しか思いつかないけどな。こっちもなんか特殊能力はとはと覚えるのかな、成長していくのかな、などなど。ちょっといろいろ試し、楽しみは尽きないですけれども、はい。こっちは多分ちょっと高かったと思うけどな、あの中古で買おうとしたら、それなりに。はい、そんな作品、剣の達人ソードマスターという作品でした。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。